クリスチャン・イグナシオ・ガリン・メドーネは、チリ・サンティアゴ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでの優勝は、シングルス5勝。自己最高ランキングは、シングルス17位。身長185センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ガリンは、トップ20位入りを果たした6人目のチリ人であり、2021年現在では、 チリでナンバーワンのランキングを更新している。2013年の全仏オープン男子、ジュニアシングルスでは、アレクサンダーズベレフに勝利し、優勝を果たす。2019年は、2月のブラジルオープンで、ギドページャに敗れるものの、ATP ツアー初の決勝進出を果たすと、4月の全米男子、クレイコート選手権では、決勝で、キャスパー・ルードにフルセットで勝利し、 初のツアー優勝を飾った。2020年2月、コルドバオープンとリオオープンで優勝を果たした。2021年シーズン初めの全豪オープンは欠場。その後は地元、チリで開催されたチリオープンに出場。1セットも落とすことなく、決勝に進出。決勝を制し、地元でツアー優勝を果たし、ツアー5勝目を挙げた。 モンテカルロマスターズでは世界21位のフェリックスオジェアリアとジョン・ミルマンに勝利しました。これによりマスターズシリーズで3度目のベスト16入りを達成。その後は準々決勝進出をかけてステファノス、チチパスに敗れた。だが、同大会のダブルスでギド・ペラと組んでマスターズのダブルスで初の準々決勝に進出した。 マドリードオープンでは、フェルナンド・ベルダスコとドミニク・コプファーに勝利した後、世界3位のダニール・メドベージェフを破り、2度目のマスターズ準々決勝に進出。クレイコートでは、これが初のマスターズベスト8入りだった。全仏オープンで、初のグランドスラム4回戦進出を果たした。ウィンブルドン選手権で、第17シードで出場し、初の4回戦進出を果たした。 2005年のフェルナンド・ゴンザレス以来のチリ人として、初のウィンブルドン4回戦進出者となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。